今日はお寿司の握り方をご説明いたします。まず今日はもう先にお魚は切っておりました。サーモンです。そして、シャリは酢飯、今日は白飯にさせていただきます。用意するものは一応、ご家庭ではお水で結構です。ではちょっと握ってみましょうか。まず手を濡らす。そしてこの手のひらにのの字を書くように濡らしまして、そしてよくお寿司屋さんで皆さんこうやってポンって叩くじゃないですか。これは水分を手につけすぎないように飛ばすために叩くんですね。シャリをつかむ。そして丸めます。できる限りこの余ってきた手を下に向けて握るようにしてください。柔らかくお米を握ってこのような形で丸く握ります。そして魚を使います。魚はお魚を握るとき、ここの第二関節の下に握るようにしてください。そして本来だとここでわさびをつけるんですけども、今日は握り方なのでこのままいきます。シャリを持ちます。そしてここがポイントです。どうやってお寿司屋さんで美味しい寿司が握れるかというと、ここで空気穴を作るんです。空気穴を作る。そしてこの、これをひっくり返して横から空気穴を閉めるようにします。閉めるようにいたします。そして上からも押さえます。そして上下も押さえるようにします。ここから握ってお寿司の形を作ります。もう一度握ります。見てください。これだけ握っても空気穴があります。これで美味しいお寿司の出来上がりです。食べてみてください。